どうもこんにちはデミコですえっと、さりげなく今日はあんまり声が響かないというか家中に響き渡らないように今喋ってるつもりでございます。はい。というのもですね、えっ、ー、と、うちの家人が、えー、今朝ほど、えー、何時頃か知りませんけど多分5時とか6時とかだと思うんですけど私寝ていたので何時だかわかりませんが。 えー、帰宅しまして。はい、あの今まだ寝とります。はい。いや、もうお昼近くなってきてるんですけどね。ね時間的にはね。うんうん。いやびっくりしたのよ。朝起きてね。うん。朝起きてで私あのー？家人がね。帰ってきてるとは思ってなかったわけですよ。よっていうのは予定としては朝の4時5時に終わる仕事だから、そのまま部屋が用意してあるって言われてたからで、それでちょっと寝てね。うん。 でそれで帰っっててくるっていう話だけどまあでも、えっと、まあそれでも帰ってくる気になったら帰ってくるかもみたいな、うん、感じだったんでまあどっちか分かんなかった、うん、でも私は泊まってくるもんだと思ってたわけですよ、うん、そうほいで朝起きてでリビング行ったら私昨日の夜雨戸、えっと、開けっぱなしにして寝たんですね、うん、最近開けっぱなしだったから。で開けっししににて寝たのに 朝起きたら閉まってるからびっくりしてる「えどういうこといや私昨日夜閉めてないえなんで閉まってんのえな何で?」ってちょっと一瞬パニックったわけですでパッと玄関見たら「あれあ靴があるあなんだ帰ってきてんのか」みたいなで寝室覗いたら寝てましてねうんなんだ帰ってきたのかと思いましてはいでもまだ寝てるんでね大きい声出せないなと思ってボソボソ喋ってるつもりなんですけどはいというわけでまあそんな前置きはどうでもいいとして今日はですねはい 今日はですねこちらの方ねこれどこまで進んだかちょっとお見せしたいと思いますよねお見せしたいこれ多分帰国前最後の撮影になると思うんですけれどもねこんな感じ帰国前に終わらせるって言ってたのにでもあともうちょっとなのだ,だから今日一生懸命編んだら終わるかもしれないね終わるかもしれないで今の長さが大体えっ、ー、とねえっ、ー、とね1メートル1三3 0 4 0ンチぐらい4 0ンチぐらいそう だからねあと多分1 0ンチぐらいで終わると思うんですよ。予定ね。1玉5 0ンチぐらいだから。でねちょっとね首にかけてみたらどんな感じか。まあいい感じよ。いい感じ。長さ的にも。まあちょっとフリンジにはできないかもしれないけどまあでもねこっちかね編み切りまあこんな感じでも別にいいんじゃないかなと思いまして、はい、今日これを編んでいきたいと思うんですけどもなんでこれをね編もうかと思ったかっていうとですね 喋りか喋りたいことがあるわけですよ。<laughs> すいませんね、皆さん。ちょっと喋らないとやばいよ。喋らないとやばいっていうか、まあ、ここでちょっとほちょっと一瞬、ね、えー、と最後の悪があがきと言われようが、なんと言おうが、ちょっと私はねここでね、また喋っておきたい。そう、LGBT 法案の話ですよ。ね、ね、ちょっと衆院のね、この前だから、ほら、いつだっけ、え9日か。ね 衆院の内閣委員会通過しちゃった。わけですよね,ね中通過しちゃったで次は何だ本会議か。本会議はいつ来週の火曜日来週の火曜日って話ですよ。でそれで結局そのどの案になったかっていうとその自民のね123456自民の案じゃなくて結局は維新と。 国民が出した案で合意してそれで通ったって話ですよ。でねその日が来る前に言われてたのは維新と国民の案は自公よりもなんていうのもっとなんていうのえっ、ー、とその維新国民の案の方がいいって言われてたわけですよ。ね、なんか草案の方にはね「あの政治人による差別うんぬんかんぬん」っていう文言はなくなってて、ね、入ってなくて。 で一般女性の,その生活をねあの脅かさないみたいな、ね、そういうなんかそういうところに、えっと、なんてうの配慮しなきゃいけないみたいな言葉が入ってたわけですよ。うん、ところがどっこいところがどっこい。ねだから自民の案よりもマイルドって言われてたのに実際蓋を開けてみたら自民よりもさらに立憲共産案に近づく。 ものになってたわけですよ自政自人に関する差別云々観念が盛り込まれそして公金中中スキームはそのまま存在するっていうだからその言葉がさもともとは性同一性って自民がやっとその性自認からね性同一性っていう方にちょっと引き戻した案だったのにそれが何で日本の法律でカタカナにするわけっていう。 ジェンダーアイデンティティっていう言葉に変わってた、ねで。ジェンダーアイデンティティっていうのは日本語に訳すとね性同一性とも言えるけど性自認も性自認なわけですよ基本的には。結局は維新と国民の案っていうのはまああの自民のねあの参議院議員の和田さんの言うことによれば えーとだから、えっと、2年前に稲田さんが、えー、と立憲の人と、ね、合意をしたっていうあの合意案に戻っちゃったっていうわけですよほぼ。つまり今回のことで自民党に投票しないって言ってる人すごい増えてますよね私もそうですけどつうかもうすでにあの比例は地味に入れてませんけどね私ね前回の参院から。で参院選からね。 でそういうい人増えてるけどね自民には入れない維新に入れるとか国民に入れるとか言ってる人いいけどいやいやいやちょっと待ってそこの件に関して自民に投票しないって言ってる人は維新とか国民にも余計入れらんないっていうことですよだってさらに悪化してんだから立憲共産の案にさらに近づいちゃってるわけですよ内容を見るとね結局私だからねこれね議員立 うつってやっててほいで、えーとまあえー、と衆院の方に出してきてでその時に、えーとまあ、立憲共産党と維新国民が、まあ、案を出してくるっていう話になった時にねこれって野党と合意するために話をその、ね、協議して進めるっていう例えばその審議してねじゃあどういった形にすればっていうことになった時に。 どう考えても私は思ってたのはその国民と維新の案っていうのは自民よりもマイルドなんだって言われてたけどでもこれは全部ぐちゃぐちゃにしてもどう考えても立憲共産の案があるから自民がじゃあ一番まともだとしてもね分かんないですよ国民その時は私は本当に国民と維新のその、えっと、内容が本当に自民よりもマイルドなのかどうなのかっていうのは全然分かってなかったから。 でもどう混ぜ込んでも私は自民よりももっと共産側によるえっと法案になっちゃうんじゃないかと思ってたわけですよ。そしたらねっそれでも国民と維新の案は自民よりマシなんだっていうその噂が噂っていうかねそういう情報を流されてたんだと思うんですけど多分ね。で まあちょっと安心してた人ももしかしたらいるかもしれないそのせいでねそれは分かりませんけど私はちょっとどうなのかなってねどう全部混ぜこぜにしたら立憲とね共産のその案っていうのはどっちにしろも極左の意見なわけですからねだからさ例えばじゃあそっちの人と合意するっていうことになると自民の案自民自公の案よりももっとそっち側に寄ってないとさ納得するわけないじゃん。 そっちよりももっと国民維新がマイルドね自民のやつよりもいいって言われてたとしてじゃあそっち側に寄せたとしたら立憲共産は絶対 OK しないと思ってたわけですよ。だって彼らは政治に入れなきゃダメだって言ってたわけだから。でそれで、えっと、立憲共産が納得する案にするんだとすればさどう考えてももっとなんつうの一見寄りの。 法案にになななるに決まっっっててんんじじゃなじゃなきゃき成立しないよよ思ってたわけよね、うん、だからもしそこで本当に何ていうのマシな意見だったらねその維新と、えっと、国民の案がもっとマシな案だったら成立っていうかその通らないはずなんですよやっぱり反対するからでも通っちゃったっていうのを見た時に「あっ!」って思ったわけこれやられたなと、うん、そう。 だってそうでしょ立憲とか共産にしてみればさもっと自民党よりももっと自分たちよりも遠い方行っちゃったら納得するわけないんだからさそうだから通った時に「ああ!」と思ったわけでどんな内容だったんだろうっつったらやっぱりそのなんてつうの「政治人に対するっていうその「政治人っていう言葉がなんだ「ジェンダー・アイデンティティ」ってカタカナになってねでその差別は ダメだっちほいで言って抗金中中スキームばっちり入ってるわけでだから結局その何て言うの自民のね部会でね一生懸命ケンケンガクガクやって反対意見がいっぱい出てね議論という名の何て言ったらいいのかなまあ、茶番ですよねそれやらされてでで っていうことは結局その稲田さんが2年前に立憲の人たちとこうまとめてきたその稲田案ってやつですねあれに戻っちゃったっつんだからねで戻って稲田案ですねでその稲田案を一生懸命修正してなんとか政治人っていう言葉を抜いて性同一性っていうのに戻したのにまあ中身は変わらないって言われてますけれども。 だけどそれを結局そのなんていうのて修正案が結局意味なかったって話ですよねこうやって戻っちゃった。であの案だではダメだって言ってたのに、ね、それで修正した案をさやっとこさのやっとこさっていうか無理やり部会で通してねそれで国会に提出したと。で国会に提出した時点で、えー、とつまりえっ、ー、とこの案で一応自民では通ってるって話になってるのに それをなんうのその審議でねじゃあこっちの案にしましたっていう案がさそ,のそもそもその前にダメだって自民の中で駄目だって言ってた案に戻っちゃったのをさそれだってじゃあそのまま書けるんですかってそういうわけにいかないでしょって話よね。だって自民で合意した案はこっちだったのに勝手にその国会の方で何て言うのその他のね党と合意したものっていうのは。 それはどうなのってこれじゃあちょっとこの案でいいかまたちょっと党に戻すねっていう話にならないんすかねっていう話でねでこのままいくんですかと自民の案よりもさらに悪くなったものでいくっていう話なわけですよ結局このねだから私はねこの流れをね今回の流れ見てていやこれ全部すべて茶番だったんじゃないかっていう気さえしてるうん全部。 うん、全部茶番だったんじゃないかって。っていうのは最初からさ、ね、もう何て言うの今回の話は、えっと、じゃあ自民がここまで修正案で戻すから、ね、戻した、ね、だけど野党さんも「案を出してくださいよと」と、ね、野党さんが案を出してじゃあそれの折衷案って言いますか、ね、それでじゃあ国会で議論するという名目にしてね ほいで出してきてくれたらちょっと,、えー、となんていうのかなその政治人とかそういった方からちょっと離れた自民案っていうのをそ,のそっちの方にそちらさんのねあの、えー、と望んでる法案の方に近づけることできますよじゃないけどさ、うん、なんかもう茶番です茶番っていうか本当そうとさえ思えるっていうかね、うん、でまあ出してきたと。 さすがに立憲と共産の案はちょっと行っちゃっていくからね左行きすぎちゃっていくからじゃあ維新と国民さんがね、あのー、ちょっとそっちによるようなね自民よりもそっちによるような案を出してもらって、ね、そこに、ね、出してもらってだけど一応噂としては、えっと、マイルドなものになってますよということでちょっと国民を安心させ、うん、でそれで反対の声を大きくさしない極力大きくしないような。 策をね取ってそして与野党合意案でいきますよっていう形にしたんじゃないのってそんなふうにね疑っちゃうわけですよね。ねそう。でも結局は2年前のその稲田案ねその野党と合意した稲田案になっちゃったってわけですよ結局は。で今回のことでさ一番さやっぱりさいけないっていうか。 結局岸田さんがさ支持したっていうことをさみんな言ってるわけでしょ。それなのに岸田さんはだんまりなわけよね。で8日のあの審議でさ国会審議でさあのー、神谷くんがねあの参政党の神谷くんが岸田さんにね質問をしたわけですよね。うん。でこのことこのことに関してえー、国ねあのー、岸田さんなんか 何すかみたいなね話でねちょっとなんか喋れよっていうことでそしたら、えー「議員立法だから私はその話をする立場にない」とかっつって言ってるわけですよ何を言ってんだって話でしょだってこんだけみんなが岸田さんの指示でっつってねやってんのに自分は知らんぷりですようん、はあ、何にも話してないでしょあの人この今回のことにこのこれに関して自分の口では何にも話してないんうん で、議員立法だからっつって逃げてるわけですよね要はねだけどじゃあねここで私えっ、ー、とあのー、この9日のじゃあこいつを読もうかねエマニュエルのツイート読んじゃいますよね。ラームエマニュエルのツイートこれいつ ?9 日はい今日の衆院内閣委員会における LGBT 理解増進法案の可決は日本にとって新しい幕開けとなりました 岸田首相のリーダーシップに感謝いたします LGBT の権利に関して日本は主導的な役割を担っているのです日本国民と政治の担い手が平等とインクルージョンを支持し一致団結しているというまさに特別な瞬間です委員会のこの決議は改革のゴールではなくスタートです日本国民は自らの声をしっかりと届けることができました心よりお祝い申し上げますなんつツイ,ツイートしてるわけですよ 何言っちゃってるのって話なんだけど、まあ、ちょっとツッコミの頃いっぱいやりすぎてあれなんだけどさ、まあ、まず最初から突っ込んでいきましょうかねねね日本にとって新しい幕開けとなりました本当にお前が言うなって話じゃないまずねででさ次ですよ岸田首相のリーダーシップに感謝いたしますってこの人言っちゃってるわけよね言っちゃってるわけつまり岸田がリーダーシップとってやってたってことをこの人バラしちゃってるわけよねうん。 なので、岸田さんは国会で、議員立法だから、自分が言う立場にはないって、話す立場にはないとか言ってさ、いやいやいや、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ばらされてますって、あなたで書式きってたのって話ですよ、結局はね、指示してね、やらせろや、やらせたのはね、バレてんじゃんって話で。だから、責任逃れですよ、みんなだから。責任逃れっていうか、自分に集中放火を浴びないようにしたいだけなわけでしょ要はね、保身ですわ。でも言ったらさ、 この法律をさその推進した人たちっていうのも結局は自分の保身なんだよね。保身あとは利権があるのか知りませんよ。でもそれも大きい目で見たら保身ですわ。ね。国を守ることよりも自分の身を守ることの方が大事っていう人たちなわけですよ。本当とに。もう本当と情けないったらないっていうかね。もう でその後、えっと「日本は主導的な役割を担ってる」ってね LGBT の権利に関して日本は主導的な役割を担っているのってこんななんていうのかなその LGBT の権利に関してね実際に LGBT に関する理解っていうのは世界のどの国よりも進んでると思いますけどね日本はね。別にそんなんで主導的な役割になってるんですってお前に言われ,言われる筋合いもないしもともとって話だよね。 だから何なんだって話なんだ。話じゃないだって中華もともと日本はそういうの全部包括して、えー、と認めてる国ですし認めてるっていうか何て言うの曖昧にしてねこう受け入れてるっていう国じゃないですかそこら辺はっきりさせないでまあそういう人たちもいるよねーっていうぐらいでじゃなかったらテレビに出てるトランスジェンダーの人たちは何なんですかって話じゃないですかね。 そんなと LGBT 関連の人に関して殺人じ事件が今,今の今まで過去に照らし合わせてもかい欧米と比べて一件しかない日本でね、うんまあ、ゲイ狩りっていうのがねあ,あ,あ,あったわけですけども、うん、昔。でそれ以外にないわけですよ日本ではでもアメリカでは毎年100人の人がね殺され欧米でもかなりの数殺されるわけです毎年。 だってそれを受け入れない宗教があるわけだから根本的にそしてさらにあのー、欧米で言えばフランスフランスとかもそうですけどムスリムの人たちがいるわけですよ。ムスリムは認めてないわけですよ。それなのにさなんか日本が遅れてるとかそういう言う前にじゃあさもっとさそっちの人たちにさ啓蒙したらって思うわけ。 だって日本は宗教的な縛りないしさもともと受け入れてる世の中でさそれなのになんでこんな日本でぐちゃぐちゃやられなきゃいけないわけっていうね本当に本当と私この「ラーメンマニュアル」って人本当と立つわ。ね、で何日本国民と政治の担い手が平等とインクルージョン支持し一致団結しているというまさに特別な瞬間でしてどこのパラレルワードにいるんこの人何を言ってんだこの人 <laughs> 全然国民の大半が反対してるじゃないですかだって。 っていうか分かってない人もいると思うからね。でもこの法律を分かって文句声を上げてる人っていっぱいいるわけですよ。それをだから見て見ないふりしてるわけですよね。これで何？ね？委員会この決議は改革のゴールではなくスタートです。これ言ってることわかる？改革のゴールではなくスタートです。これからもっとどんどんやっていくよってこの人宣言してんだわ。そういうふうにしか見えないわね。スタートですっつってんだからもっとやっていくよって。 この人言ってるわ日本国民は自らの声をしっかりと届けることができました心よりお祝い申し上げます誰がさね、どれぐらいの人がさこの法案を通してくださいってお願いしたんですかごく一部じゃないですかノイジーマイノリティですよこれをまるで日本国全員が一致し一致団結してこの法案を作り上げたみたいなさあの通したみたいな 指示したみたみいな何でお前に言われなきゃいけないんだって話じゃないですかちょっとちょっとどんだけこの人内政干渉って話ですよ心よりお祝い申し上げますああこの人高笑いしてんだろうねしてやったって感じでまあでもまだ完全に法案取ったわけじゃないですからねええまあなんとかして潰さなきゃいけないわけですよだからこそ私また喋ってるんですけどくどいようですけど興味ない人もいるかと思うんですけど興味ない人ね あのじゃあ一つ、えー、とニュースをお伝えしましょうかねはい数日前、えー、と6月8日のニュースですかねはいこれどこだかの三重かな三重でえっ、ー、とですね女装して、えー、と女風呂に入った男性が、えー、と捕まりました逮捕されましたはい54歳でございますはい一応建造物侵入ってことで逮捕されてますけれどもねえ 女女装して女風呂に侵入そしてその人が言った言葉私は女だですってよ、ね、この法案に興味ないと思ってる人、ね、女性の方特にこういうことがもうすでに起きてるわけですでどこでも起きますよこのと法案通ったらこの人はちょっとね気が早かったうんちょっと気が早かったねまだ法案通ってないから完全に法案成立してないからこの人逮捕されちゃったね でもこの法案通ったらこの通報した人が捕まるっていうかこの通報した人が差別って言われるんですよ。で警察も捕まえられないっていう話になっちゃうわけですよ。ね警察すら手が出せない状況を作り出そうとしてるわけです。ね,言っ,ね言ったらねこれ本当言ったらねまあ言いますよ。ね男が子を追っ立てて女の裸を風呂でガン見しても。 女だって言い張ったら OK という道を開くってことですよ。LGBT? 興味ないって思ってる女性がもしいるとしたら自分の身に危険が降りかかるってことです。おそらくこの事件は銭湯だと思うんですけどこれが温泉ね温泉でも起こるスポーツジムでも起こるねどこでも起こっちゃうわけ。これ排除できないんですよ。それでいいんですかって話ですよ。 ちょっと虫がいるわね。<laughs> ちょっと虫がいるわね。だけどさ、これがさ、もしだよ、いやちょっとさ、ヤーさん的な人がさ、こう、いかつい人が入ってきて、俺は女だつっ,って、入ってきたらどうしますよ、これ。そういう時代になりかねないんですよ。ねえ、ね。無関心では絶対いられないんです、これ、女性の。 えーと権利どこじゃないこれ生存権の話ですからね生存権に関わる話ですよ。やばいって本当だからこれ止めるにはやっぱりあの自分のとこのねその例えば、えー、と地元の、えー、議員にねメールするとか電話するとかもうそういう方法しかないですわ。 ね私もねメールしました地元の議員にメールしましたいつもお宅に入れて,る入れてたけどねもともとねうちの,あの私のなんつうの,あの選挙区の議員さんっつうのは割とあのあ保,守保守側なんですよ、うん、保守側なの主張してることはでも今回のことに関しては一言もね発してないんですよ探したんですけどいろいろ彼の発言を。 人、子供走ってませんね、うん、私の探した範囲ではね。なので、明らかにしてないんですよね、やっぱりね。うん、だから、どうすんのか分かりません、分かりませんけど、おそらく、普通に考えたら、彼の主張しているその政治の、なんつうの,あの、信念って言いますかね、えー、そういうのを見てると、まあ、おそらく、心の中ではまあ反対の人なんだと思うんですよ。 思うに分かりませんででも埼玉県なんん <laughs> かりませんけどこれもしあれですよあのー、賛成するようなことがあったらまあもう二度と入れないでしょうねって話でねうんなのでまあそういった形でねこうちょっとやっぱりプレッシャーをかけないと、うん、プレッシャーというかまあそれ脅しのような文句で言っちゃいけませんよねやっぱりね、うん、今まで支持し,してきましたが。 もしこの法案に賛成するようであれば残念ですがもう支持することはできませんぐらいのなんかねそんな感じのね言葉で言えばいいんじゃないかなと思いますけどね私なんかはねでもねやっぱりねちょっとなんでこんなちっこい虫が出てくんの ?123 やっぱりそういった形でなんか反対反対って口で言うだけじゃなくてねやっぱり行動をね起こさないといけないと思いますよまだ決まったわけじゃないですからね えっとまだ本会議もあるしその後参院に行くわけだけれども、うんまあ、本会議で本当に造反が出るのかどうかいやこういうところで造反してほしいよね本当に。だって日本の国体が変えられちゃうよ女性の女性が安心してなんつうの温泉に入れなくなっちゃうよトイレだって安心して行けなくなっちゃうよ。そしてゆくゆくは 口頭の断絶といいいうう話にななりかえないよって頭の断絶国,国体の破壊つまり日本の破壊ですからねいやもうほんとびっくりしたよねだってさ阿炎さんが亡くなってからまだ1年も経ってないんだよそれなのにこのざわですわほんとにいやでもね思うよ私これねなんていうの例えば今回のことこれ闘技拘束かかる話じゃない言ったらね結局基本的には。 で部会で無理やり通して反対派の意見を全然聞かず国民の声も聞かずそしてこうやって討議拘束かけてこう通していくこの法案をこれはね言ったらねまあもちろんえっ、ー、とアメリカのね民主党から仕掛けられてるっていうのはもちろんなんですけど。 はっきり言ってこれあれだね保守潰しだねやっぱりどう見てもねそれもあるよねそういう面が大きいっていうのは確かにあると思う自民党内の保守潰しつまり安倍派潰しですよそれを目論んだのかもしれないこの話が出てきた時やれって言われた時に 米国民主党からすれば多分安倍さんって邪魔なんですよ。だって共和党の方と仲いいわけでね保守,派保守派っていうのは基本的に。トランプさんと仲良かったでしょ民主党からしてみれば安倍さん邪魔なんですよやっぱり。そうなるとこれやることで保守派つまり安倍派を潰すことができるよって岸田さんささやかれてないまあこれ妄想ですはい妄想です。 うん、妄想だってそういうふうに岸田さんが自分の頭で、えー、考えつくとはちょっと思えないんだよね、うん、ちょっと思えないな。これだからさえっと君もだから君の党内で邪魔な人たち潰せるよっていうふうに、ね、いわゆる安倍派ですよね、安倍派を潰せるよって言われてません岸田さんいやこれ今ふと思いついたんだけどそういうことないいや 物質ぶしかなって思った瞬間になんか私はそこに結びついたんだけどそうなってくるとだよちょっとね去年の7月8日の事件っていうのがさあれって話になってこないなんか全部つながっちゃわないそこ私ちょっと怖いんですけど私あの事件はまあバックがいると思ってましたよバックがいる。 どっっちの勢力かなと思ってたんですよでも結局どっちともつながってるからまあそれは大きな声では言いませんけどうんやっぱりでもメインで動いてるのはアメリカなんだろうなとちょっとこ,ここ23日ちょっとそう思ってるんですよ実はね、まあ、私の言いたいこと分かると思うんですけどあんまり言うとこ YouTube やばいんで。 <laughs> 言いませんけど、うん、メインでやっぱり動いてるのはアメリカだわってちょっと今思ったやっぱりなるほどねといや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 、まあ、陰謀論でも何でもいいですけどあ妄想ですあはいはい陰謀論いやいや陰謀論じゃない妄想ですはい私の妄想はい妄想妄想いやこれに関してはあの意見書かなくていいですからね意見書きたい人がいても、あのー、7月8日の「 事件に関してはあの書かなくていいですかからねあのかなり厳しいんであのちょっとここではねなかなか話せる内容じゃないんですわこれ実はねうんなので、えー、とこれに関してのご意見はちょっとあれですわ勘弁ですわ <laughs> いや話したいことやまやまなんだけど話したいのは本当んとやまやまなんだけどさ、うん、でも全部つながってくるって話ですよそう考えると絶対通しちゃいけないよこの本は本当に。 なので反対の意見をお持ちの方はぜひ地元の、あのー、議員さんにですね直接、えー、お電話ファックスメールをして反対意見っていうのを伝えてほしいと思いますいや本当にね草の根ですよだけどちっちゃい力でもね一人の力がね、えー、複数集まればねそれは大きくなるわけでだからこれ反対って思ってる人は本当声上げてほしいな。今回は本当 マジでやばいっすよ、うん、マジであれ間違えてるしゃべりながらやってるからねほんとマジで今回の法案は日本潰し完全なる日本潰しエマニュエルエマニュエルっていうかアメリカのっていうのはもアメリカの民主党ね民主党特にエマニュエルはこの人だって自分の 自分のこれからの何て言うのかなあの身の振り方に関してこれが有用になるからっていうことで何て言うの、あのー、やってるだけですからね言ったらねだって日本がどうなろうと構わないんだからこの人自分の何て言うの保身というよりも自分のさ次の栄転のためにね言ったらね栄転、うん、のためにやってるようなもんですから。 日本のことなんか何にも考えてないし LGBT のことなんか何にも考えてないですよこの人言ったら私はそういう人間だと思いますよこの人全然 LGBT なんかどうでもいいと思いますね基本的にだから利用されてるだけなんですよそっちの人ね LGBT ってものをさ利用してるだけですよはっきり言ってみんなだって実際当事者は通,したい通,通さなくていいって言ってる人多いんだから結構いらないって言ってる人が。 この法案に法律はあったっていいけどでもこの法案は駄目だっていう人結構多いわけだからえ当事者の声聞かないでさでストレートの人たちが何をやってんだって話でしょだってまあとにかく、えっと、阻止をしたいです私は本当にこれでは日本の未来がないないないなくなる本当に。 どうしたら阻止できるかっていうのはもう本当に国民の声を届けそしてあとは、えー、っとこれがもし万が一衆院の本会議で通ろうものなら参院の,あの委員会の方でやってもらうしかないね反対の人が結構いるからあそこはうんあそこでなんとか止めてもらうしかなくなるんですけどそれで止まるかどうかっていう話なんですけど まあそこでなんとか止まってほしいですねやっぱりねまだねあとステップ的にはまだちょっといろいろありますから決定っていうわけじゃないですからちょっと悪あがきをしてなんとかして止めたいなやっぱりねあのなんて言うんだろう日本人はねなかなか腰が重くてね動こうとしない人ですよでもねこれ本当やばいんですよこの本はもうえっ、ー、と まに見る悪法と言いますか本当に100年に一,一,一度の悪法といいますか絶対通しちゃいけない法案なん,ななんですけどね、えっと、どう言ったら分かってもらえるんだろうって本当に私も何て言ったらいいのかなと本当にいいやももう本当体を張っててでも止めたいって感じ私だからこの法案が通るかどうかっていうのを、まあ、日本で国内にいて見るわけですけれども。 うん、まあなんとかして止めたいですね。まあこのあの何ていうのこの三重のねこのお風呂に入っちゃった54歳ねこの人はもう法律が多分ねちょっとちょっとあ頭足りない人はねきっとね法律がもう通ったと思ったのかもしんないね女だってだってさ本当にさあのい今までだっているんですよそういう人男性でねその女装してじねお風呂に入ったとか、えー、っと隠れてねばれないように入るとかっていう人もいるわけですよ今までね散々いたわけです。 その人たたちち隠れてて入ってるから私たちは気づきません気づかなきゃいいのかって話なんだけどでもそれにしたってあれじゃないやっぱり隠れて入ってる分にはさこっちもさんのあの隠れてね本当に見るだけ楽しんであの入ってる人っていうのはまあ一応言ったらね実害はないじゃないですか本人見てるだけだからね見てるだけっていう形で、ね、こっそりみたいな。 気持ち悪いけどねその存在があるって知った時には気持ち悪いと思うけどでも、まあ、実害はないですよそういう人たちは何をするってわけじゃなくもうとにかく見たいからっていうねまあどね動画とか撮影されてたらまたやばいんだけどさでもただお風呂に入って楽しんでる人っていうのも中にいるらしいんですよ女のふりをしているんですっていやブツどうしてんのって,ってしまう方法があるんですってよ、うん、しまう方法があるらしいんですけどまあそんな感じで何て言ったらいいの女風呂に入って楽しんでる人今までもいるわけですよ。 でえー、っと女性にね危害を加えないんであればまあまあまあねこっちも気づかなければまあまあまあっていうのあるじゃないですかでもこの人のさもうなんつうの、あのー、やばいところはさもうだって捕まった時に「俺は女だ」っつって言い訳してるわけよね言い訳っていうか「俺は女だ」っつってるってことはもうこの法案が通るってことを見越してというよりもこの人はもう通ったと信じて多分入ってきたんだと思うんだけどねで通ったんだと、ね、思って入ってきたんだと思うんだけども。 要は確信犯なわけでしょだってうんそれはちょっとね見つかったらおねあのこの人だから一応女装して入ってきてるわけだけどでそれで見つかったら女だって言い張ればいいんだっていうことで入ってきてるわけだからさうんわかりますかねこういうことがこの法案取ったら全国で起こるんです ねあのー、温泉だろうが銭湯だろうがどこでも起こるんですスポーツジムねの、えー、更衣室シャワールーム全部で起こるんですよこういうことがなので反対の方マジで声を上げてください、うん、ここは本当国民が今一丸となって止めるしかございません、うん いやまあそういうことを言いたくて今回はねもう動画にしましたようん何としてでもこれ止めないといいんですかお孫さんたちね女の子のお孫さんがいる方ね娘さんがいる方女の子の孫ちゃんやばいですよこれ一人でトイレにも行かせられない状態になります 編んできたけどしゃべりながらだから結構間違えたりもしてるけどでもこれはいいねあの次の段編む時にこれもね、えー、基本的には次の段編む時にあの間違い気づくから結構、うん、だからそんなにあの痛ではないんだけれどもねま何、あ、とかしてこうやって編んできて何センチか進みましたよわ、ね、かんないけどなんだ進んだああ,あでもこれしかないからね今日中に終わるわねこれちょ,ちょっと今日は仕上げてね今日は仕上げて。 でこれでであれれすわこれを首に巻いて日本に行けたらいいなね。いう感じでございますけれどもはいまあ、今日はそんな感じでねねえっ、ー、とああれですよ、あのーね、LGBT 関連のことに関して喋ってきましたけどとにかくねこの法案が通ったらねこの今回の今回は逮捕された男が逮捕できないかもしれない通報したらその人が差別だ言われる可能性もある警察もそんなこと、ね、言われたらやばい。でここれれれもしねこれああれですよ、あのー もし裁判が行われてでこれは人権侵害だっていうことになってこれが認められるようになったらもっと増えますよこういう人が。だから私は最初思ったんですよこういう人が出てきたらまあ一応逮捕して、ね、それで裁判にかけるでこの人が本当にジェンダーなのか、ね、ジェンダートランスジェンダーなのかそれともズルして入ってきた人なのかそれ全部裁判にかけて精査すりゃいいと思ったけれどもそんなことやったらとんでもないことになるっていうかね、あのー、中には本当にそういう人も かもしれないねトランスジェンダーの人かもしれないそしたらその人からまた訴えられることもあるかもしれないねそういうことになったらもうすごいことになっちゃうんでそれも無理かと思いましたようんでもとにかくねここの法案を止止めめささええすすすすりりゃゃいいいいんんででういう世界にならなら今はこの法案がねこういう話になってきててでそれで通るかもしれないどうのこうのっていうところで女性用のトイレがなくなったり そういういことが状況になってるわけですよでもこれさえ止めればいいんですよ。で女性トイレなくしちゃったところを女性トイレ戻しちゃいいんです。そうそういうことですよ。だってね新宿の歌舞伎町タワーねあれだって結局さ警備員が立ってもう異様なトイレになってるわけじゃないですか。でそれをまあまた戻す戻すっていうか普通に男女分けてのあれに改装するって話にもなってるわけですよ。うん 混乱が起こることを望んでやってるのがバックにいるからだからその混乱をねえっ、ー、と起こさないためにもやっぱり日本の国を守るためにもそして日本の、えー、と女子もね男子ももちろんですよみんながその普通に暮らしていけるっていうことを考えたらね日本ではねこんな LGBT なんかいらんと法案なんていらんという話ですよ。うん、なので絶対通しちゃいけないこれは。 本当に悪法これ下手したら憲法9条よりも悪法悪法かもしれないっていうぐらいうんということでございますはいそれに皆さん気付いていただきたいというわけで私もえっ、ー、と微力ながらこういうところでちょっとねそういう話をさせていただきましたまあねこの話は本当問題なんでねまあ何回かに分け,分けてっていか何回かにわたってね私はねこの話してますけど、まあ、本気で止めたいと思いますはいというわけで皆さん ぜひとも心ある方よろしくお願いしますということで今日は終わりにしたいと思います。<laughs> はいここまで <laughs> なんか編み物動画なのにね、うんまあでもこれ本当に女性のねまあもちろん男性もそうなんですけどでも特に女性女児ねにえっ、ー、とのその生存権にかかる問題になりますからはいということでございます。はいそして日本の国体の破壊 口頭断絶っていうところまでいく話でございますからはいというわけでよろしくお願いします、はい、では本日もここまでご覧いただきましてどうもありがとうございましたえー、っと次回は日本からの動画えー、っと次回の撮影自体はねうん日本からっていうことになりますかしばらくあのえー、っとこっちでね撮った動画も続くと思いますけどもはいというわけでよろしくお願いします、はい、ではさよならはい えっと国前最後のおやつタイムの撮影ですねうんまあ今回ベラ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 ちょっとあの LGBT に関してしゃべりましたけどその続きで撮りますはいというわけで今日のおやつをご紹介したいと思いますはいなんだこりゃあれ <laughs> あれ <laughs> いや普通元祖柿の種ピーナッツですよ 掛けのためって結構元祖ってどこも書いてる気がするけどまあ元祖かけのためピーナッツイそしてこの「きび大福」っちゅう何やって書いてあるなこれ読めねえな「こういどうっていうのかなえもう一つあそうだもう一つあるんですよちょっとちょっと持ってきますね 桃太郎さん,ももたさんお菓子につけたいきびだんごというわけでね岡山名物きびだんごさん永住堂っていうんですかねなんでこんなものがあって思うでしょこれね家人が持っってて帰きましたはいそうです持って帰ってきましたお菓子の中に入ってました キビ大福このキビだから、まあ、同じ岡山なんでしょうね,ねで。これはまあ言わずと知れた日本ではトラディショナルなトラディショナルっていうか <laughs> よく食べられるものなのでねでこういうもの持ってこられたんでしょうね日本からのチームが。<laughs> 岡山の人なんだろうねきっとねだから岡山きキビ団子っていうことで、まあ、これはねでもねいつまで持つんだいいつまであと1ヶ月ぐらい持つかね,ね私が帰ってくるまで残しといてくれるかね ちょっと、ちょっと、ちょっと、いつまでか書いてないよ。まあでもこういったものだからちょっと持つと思うんだけど、これね。透明密封することで品質、透明開封が賞味期限にかかるぞ、早めに。うん。賞味期限がいつまでかっていうのはちょっと、これはなんか箱にきっと入ってたんだろうな。それを出したから、この状態で。箱に書いてあったんだけど、ちょっと分かんない。これも分かんない。でもこれはさっさと食べたいと思います。これはちょっとね、私が帰ってくるまでまた、またまた待ってもらおうかな。だって、 私だって帰国前にこれ全部食べれないから私の分にね、うん、今日は開けない今日は開けない、うん、今日は開けないこんなのは。あるでこれ持って帰ってきた今日はこっちを食べようと思いますはいはいじゃあまずきび大福っていうのねこれ大福ですからきび団子とはちょっと違うでこのぷにょぷにょしてるタイプねこういうね大福とかあとはきびもそうだしねこういうのほらわあ美味しそうちょっとちょっと日本に帰る前に 日本のお菓子ちょっと食べようっていうね。こういうねもちもち系うちの家事大好きなんですよ。ね、そう。私も大好きです。ではいただきます。きび大福。はい。うんうん。あ、私あんこ大好きでね。うん。あんこもの大好きなんですよ。で私はね。 きのこの山たけのこの里論争と一緒でつぶあんがいいかこしあんがいいかっていう論争があるじゃないですか私はどっちも好きです別物として捉えてますなのでこしあんだろうがつぶ、えー、あんだろうがどっちでもいいんですはっきり言ってねだけどこれはこしあんの方がいいこれはつぶあんの方がいいつのももちろんありますでも両方好きなので私は別物として捉えてますはいこれうまいね これはつばうんですけどいいねねこれねいいわ。ううん、うん、うんんああ、日本人でよかった。<laughs> 私、和菓子を食べるとき、日本のお菓子を食べるとき日本人でよかったーって思いますよ、うんまあ。甘くなった口はちょっとしょっぱくしよう いやマジでもう少しで日本だいや、柿ピーなんかは普通にパリで手に入りますからね。別にいいんですけど。ああ、でもやっぱり違うね。ここのさ、この元祖柿の種ってこれもさ、ほら、な有名なところじゃないですか、これ。確か。なにわやって書いてあるけど。亀田の、亀田製菓の柿ピーと味違うね、やっぱりね。うん、違うわ。 あカメラの味はさ、ほんとに食べ慣れてるからさ、なんとも思わないけど、なんとも思わないっていうのは慣れてるからね、これだなっていう。だけど、違うところの、こういうところに食べると、味が違うって、一目瞭然というか、なんというか。そして、ここらも美味しいね。うん、味違う、面白い。うん、うめ。うん まあでもカ、ね、キの種とはね種はねこういったちっちゃい袋でね押さえといてくれた方がいいねやっぱりね亀田ののさ親切にさまあこのサイズですよねあれだって、ね、結構多いと思います私あの半分ぐらいでいいと思いますっていうのは多いっていうのはですねあの袋だと一気に食べきっちゃうからですなのであの半分ぐらいにしといてほしい一気に食べきる量としてはついつい食べちゃうね全部ねうん 一気,一気食いしちゃうんでね、私なんかね。はい、こういう感じでね、あの帰国割と直前、はい、のおやつということで食べました。はいまあ、ここでもくどく言います。はい、ぜひ心ある方、LGBT 理解増進法はこれを止めてください。よろしくお願いします。ということです。はい、さあでは皆さん、日本でお会いしましょう。バイバイ。こっちはバイバイだ。<laughs> 拜拜。Bye bye.